レッドホーク州長、チェロイン派家族、または、ノットウェイ族、ノッタウェイ族とは、アメリカ合衆国のバージニア州などに占領する、インディアン部族である。マンゴワク族、メングエ族とも呼ばれる。ノットウェイは、アルゴンキン語で、マムシという意味。彼ら自身の自称は、チェロイン他で、これは、流れの分岐点という意味。マンゴワク、メングエはアルゴンキン語で、危ない奴らといった意味。 現在で言うバージニア州のノットウェイ側付近に定住していた。サウスカロライナ州やウィスコンシン州などにもノットウェイと呼ばれる部族がいたが、これはサスケハンナ族かメヘリン族と考えられている。言葉などは色濃い連邦に属するタスカローラ族やメヘリン族、サスケハンナ族と関連性がある。現在、バージニア州とオハイオ州に部族の共同体があるが、 両者とも、アメリカ連邦政府から、インディアン部族として認定されておらず、絶滅部族扱いとされて、保留地を没収されており、現在部族の公式認定を要求中である。ありがとうございます。